20センチぐらいかな。やりました。今年もここいるみたいだな。やった。でかいね。大きいね。いいなぁ。18センチと20センチぐらいでしたね。やった。はい、おはようございます。陽介釣りチャンネルです。今日もね、ライトタックルで、冬のキスをね、釣りに来ました。朝一、ちょっとね、ここに入ったんですけど、土管町で、もう水死がね、ほとんどなくて、一匹だけね、20センチぐらいのがね、暗いうちに釣れたんですけど、その後ね、全然釣れなかったんで、他のとこにね、ちょっと調査を、しに他の漁港を回ってました。で、一匹だけかな、キスはね釣れたんですけど、あまりその後ね、全く当たりもなかったんで、潮がちょっと上がってきたんでね、ここに戻ってきました。1投目でね、20センチと18センチぐらいのキスがね2連で釣れたので、このままね、ここで、また、やってみようと思います。ここはね、毎年、3年連続かな。冬の間にね、いい釣果が、上がってるポイントなので、今日はやってきました。前回同様ね、ライトタックルで、キス釣りをね、楽しみたいと思います。前回はね、25センチぐらいのがね、2つぐらい、2つ3つ釣れたんで、今回もね、ちょっと大きいのが釣りたいなぁ。釣れるといいけど、どうでしょうか。ということでね、最後まで、ご視聴の方どうかよろしくお願いします。今日のタックルですね、前回と同様です、シーバス用のタックル、サワカディアルーナですね。で、リールがレブロス 3012H、 これでねやっていきたいと思います。で、前回ね良かったので、今日もストレート天秤に、4号のシンカーをつけてます。で、針はね、同コン T175、4本針ですね。ちょっとちっちゃめ、釣れた釣れた。ここね、あんまり数は釣れないんですけどね、型が、いい型がね、この時期、いくつか釣れてくれるんで、今日来たんですけどね。今年はなんか去年ほど釣れないな。やったー。
家に戻ってきたらね、2連で釣れました。はい、これでね、今日の釣りは終わりです。去年12月かな、12月に、トーナメントポロキャスターの、リールシートのところのね、なんだろう、ストッパーがね緩くなってたんで、それの修理と、昨年譲っていただいた、スーパーエアロキススペシャル、のオーバーホールをね、釣り具屋さん経由でメーカーさんの方に出してた分が仕上がったという連絡があったので、取りに行きたいと思います。今日の釣果です。こんな感じ、もうどんなこと言うともそこそこ釣れてるんじゃないかな。20センチぐらいのはね、1匹2匹確か釣れたんじゃないかなと思います。今日久しぶりにね、投げ竿を、あの25号の鉛をつけてね、投げたんですけど、久しぶりすぎて、あのちょっとね、鉛が重く感じちゃいましたね。いかんですねこれじゃあね。もうちょっと練習をしてね、春を迎えないといけないので頑張ります。ということで、最後はい、今日のキス料理です。よいしょ、いつものお刺身です。ちっちゃいやつは唐揚げにしました。あと骨せんべい、あとね、カサゴ、こっちでいう荒カブですね、これが一つ釣れたんでね、唐揚げにしてみました。いただきます。ということで、最後までご視聴の方今日もありがとうございました。もしよろしければ高評価ボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。あとコメントの方もね、どしどしお寄せください。では今日も最後までありがとうございました。